奈々さんの卒業公演であんだけ舞台に人乗ったんだから通常に戻しても良さそうだけどね。16人ってこと？え、16人がいい？まあ周年とかでね、乗ってるから、まあまあもうコロナがどうとかはあんまりないとは思うんだけど、むしろ8人の方が歌割りも多いし、ユニットも自分2曲出れたりするし、8人の方が一人一人の出番は多いよね。今チーム K ってギリいけるのかな。16人って、浜と服部卒業したら何人になるんだっけ。できないんじゃない多分公演16人にそもそも戻せない人数的に多分。まあそうね、17期生とかが昇格するあれがあるならまあまああれだけれども、にしても毎回ほぼ全員がさ、キワキワでこう出れるか出れないかみたいな。自分自主練頑張りました。あ、出てくれんの？ナイス出てくれ。大西のポジション覚えて。私が頑張って覚えました。覚えて覚えて。大西のポジションみんな覚えて。大西のポジションではなく大西の隣のポジション覚える。うん、違う、大西のポジション覚えてえ、一緒に出ようよって。えちょっと肩痛いからさ、ごめん。大西の二頭筋なんちゃらかんちゃら腱炎が桃ちゃんから直でレッスンしてもらわなきゃって。これが発生するけど大丈夫そう。高いよ、大西に教えてもらうのは。大西の大事な大事な休みの時間をもしかしたらそこをゲームの時間に当てれるかもしれない。その貴重な大西にとってゲームとはとても大切なもので、その時間をレッスンの時間に当てるということはとても結構ね、私の中では結構大きいことなので、結構ねお値段がかかりますゆえ、そうですね、値段で言うと、まあ、1時間、まあ、交通費込みでお話し会の券150枚分となりますかね。まあ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 、可愛らしく言うと実際どうなんやろ、100枚ぐらい、1時間に喋ろうと思ったら何枚いるんだろう。150枚ぐらい、360枚、滝おお。そうですね、じゃあ360枚撮っていただいて、おじがお話し会で直々に教えますという大変。事務所にお仕事依頼した方が良さそう。確かにそっちの方が安そうありげたに言う方が安そう